皆さん、こんにちは。マーケットライブの時間がやってまいりました。本日の講師は楽天証券 FX ディーリング部の荒地です。どうぞよろしくお願いいたします。なお、この動画が気に入りましたら、いいねボタンとチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。では、早速本日のマーケットを見てみたいと思います。現在ドル円は147円の10。今日の東京マーケットなんですけれども、一時146円のミドルまでドル安円高になったんですが、再び147円に戻っています。 ユーロドルは1.0715。こちらの方もですね、安値が1.0694ですので、今日の東京マーケット、昨日の欧州マーケットでも1.06台に入ったんですが、もう一度今日、短時間ですけれども、1.06下げて、また1.07の前半で取引がされているという感じですね。ユーロ円は157円の66銭。 5ドル円は93円はの94銭、このようなレベルで現在東京マーケットで取引が行われています。ではチャートを見ながらドル円の動きを追ってみたいと思います。はい。まずこちらのドル円の冷やしのチャートを見てください。この冷やしのチャートにハイローバンドをくっつけています。ピンクのラインは過去20日間の高値を結んだライン。紫は過去20日間の 安値を結んだラインになっています今、えー、ドル円はここですね。昨日百147円の88銭まで年初来高値を更新した後、今、若干下がっているという感じですね。まあ、このチャートを見ると、まあ、ドル円、まあ、これからどうなのかというとですね、まだまだドル高円安が続くということを示していますね、このチャートは。この NG でですね1回下がって前の高値を超えていくというですねこの典型的なチャートパターンに従ってしかもこの時点からは高値を更新していくいわゆるバンドウォークをしながら上がっていくということで、まあ、今年の高値まで来ているというところです。それでじゃあ,まあこの先はどうなるのかというとですねもうデイリーではもうこれよりも高いところが見えないので 少しチャートをウィークリーのものに変えてみてみたいと思います。そうすると、去年付けた高値が151円の95銭で。現在ドル円はここ、147円の88銭ですね、昨日の段階で。ですので、まあ、ここから見ればもう151円の95、えーまあ、少なくとも150円というのは、 ウィークリーチャートで見る限りも目と鼻の先、えー、ということで、まあ、来週でなければ今月中、9月中にはですね、150円、あるいは151円の95銭を、えー、超えて新たな円の安値を作るのは、まあ、このチャートから見るとですね、かなり確率が高いように見えます。まあ、ずっと上がっている。まあ、今年はちょっと下がってきてるんですけども、それからずっと上がってきてるというところですね。ただ、 もうちょっと短期で見るとですね、これ一時間足アワリーのチャートなんですけれども、一時間足ではちょっと調整が出てきています。この147円の88銭、昨日つけた後に、先ほど言いました、今日の東京マーケットですよね。146円の58銭まで1回下がっています。で、一時間足で見ると、加減の紫色の バンドにタッチしていますでこれからこのバンドに沿ってもうちょっと調整が進むのか、まあ、進むとすれば146円までいってるので、そうですね、146円前半ぐらいまでの調整はあるのか、それとも戻るのかというところでありますね。ただ、まあ、このチャートを見てですね、このバンドウォーク期待したいところなんですけれども、 ドル円、やはりウィークリーもデイリーも、まだまだ上、えー、上がっていくサインが見えている、チャートの形状的にはそうですので、この下げがですね、まあ、絶好の押しめ買いという風になっているかもしれないですね。ですから、ここのところ、一回下げたけれども、よし、チャンス、ここで買おうということで、また元に戻っていく、147円台の方 の後半まで戻っていく可能性の方が少し高いのかなというイメージです。なお、なぜこれが、えー、下げたかというとですね、財務省が、えー、今週2回目の口先介入、円のですね急激な変動は困るということで、えー、下げたということになります。ただ、マーケットはその発言に驚いて下げたというよりは、まあ、いつか来るだろう、来るだろうということで、まあ、その前に あるいはその発言が出たときにはですね、すぐにもう買っているポジションを手じまうと、利食いをするというような体制ができていたんですね。そしてポジションを軽くして、下げ切ったところでもう一回買うという、そういう形になっていると思います。ですので、もう口先介入があったからこれは怖いと、もうドル円はもう買えないと。むしろ売りだというよりは、下げたら、えー、これラッキーと。 もう少し下げてくれたら、もう少し低いところで買えるというふうに、えー、マーケットは思ってるんじゃないかなと思います。で先ほど見たように、まあ、長いチャートなんですけれども、マーケットを今考えているのは、まあ、もちろん口先介入はこのレベルで来てるんですが、おそらくは実弾介入、えー、本当にお金を使ってやる、えー、介入は150円以下ではないと。だから147円 ということは、まだ3円ぐらい円安余地があるから、それを150円までは様子を見ながらできるだけ引きつけて売りたいという考えを持っているというふうに思いますので、下がっても、口先介入したとしても、そんなに円高の方にマーケットは動いていかないという状況です。ただ、それが財務省困っているのかどうかは分からないです。むしろスピードは ゆっくりになっていますから、円の高値が毎日1円、2円というペースで更新されてるわけじゃなくて、10銭とか1銭とかのペースで、ゆっくりゆっくり円安が進んでるので、そういう意味では、このくらいのスピードだったらいいだろうというふうに思っていて、口先解任は成功だと、財務省あるいは日銀、政府のスタンスからすれば、そう思ってるのかもしれないです。むしろ円高になっててももらうよりもーマーケットが驚いて ドルを一生懸命売るというような状況よりも下がっても円高にならないと。で、上がっていくときはゆっくりと。で、この140円からまあ150円のちょって、そうですね、まあ、理想はどうなんでしょうかね、145円、135円、このレンジの中で、ずっとずっと緩い円安がついていくのを本当は望んでるんじゃないかなと思います。まあ、今週はですね、 経済指標がなかったので、まあ、ちょっとチャート中心になるんですけれども、それも今週まで、来週からは非常に重要な、えー、指標がたくさんあります。まずちょっとおさらいしたいんですけれども、これはアメリカの雇用統計なんですが、アメリカの雇用統計はですね、えー、これは今月の初めに、えー、発表されたんですけれども、ノンパンペイロール、就業者数は18.7万人、ただ3ヶ月の平均。 っていうとう、ね、15万万人人程度なんんでですすねね20万人を切ってるんです、ね、だから、雇用の伸びっていうのは、まあ、ペースダウンしてるっていうことが言えます。これは FRB にとってみると、非常にいいと。雇用の過熱感が取れた、だから、えーまあ、そんなに慌てて、今月利上げしなくてもいいんじゃないかというような、えー、考えに傾いています。失業率も上がってます。3.8%に上がっています。 まあ、本当であれば失業率上がるということはあんまりいいことではないんですけれども、今まではその失業率が低すぎるというか、ですねそれが雇用の過熱というふうに捉えられていたので、ある程度上がるということは、中央銀行にとっても良かったなということになっています。で、この今回の場合、失業率が、えー、上昇したのは、仕事がなくなって失業者が増えたというよりは、労働市場に。 労働者が戻ってきたとつまり人が、えー、働きたいっていう人が増えたということで、結局失業率が上がったという、むしろいいパターンの失業率上昇なんで、FRB とすると、まあまあ良かったと。これはいいだろうと。インフレ下がるだろうという期待感があったわけです。まあ、これから考えると、今月、もう利上げは見送り。そうすると、えー、さっき見たドレ円もですね、ドルの上昇。 円安もですね、少し落ち着くという期待感があるんですが、もう一つこれは来週 CPI の発表があるんですけれども、FRB が見ているのは一つは雇用、もう一つはこのインフレ率なんですけれども、このですね、インフレ率がどうも、これ来週発表になる非常に重要なデータなんですけれども、 下がってくれることを FRB は望んでいるんですけども、今の事前予想だと、反発するというような予想になってるんですね。で、これは、えー、これまで反発する、反発するというふうに言われたのは、一つは中国の経済再開なんですけども、まあ、これはないと。中国はちょっと景気、腰揺れしてるんで、この中国の経済再開によるインフレ率の上昇はないけれども、 このエネルギー価格ですね、これは日本もそうなんですけども、エネルギー価格が上昇しているということで、えー、その影響でインフレ率が上昇する可能性が高いというふうに言われています。そうすると、えー、雇用では、まあ、今月利上げしなくてもいいんじゃないかなというような FRB 考え傾いていたかもしれないんですが、来週のこの CPI、 上昇率今言われているのはですね、今年一番の上昇率になるんじゃないかと。もうインフレ率はそろそろ収束したというのを覆すような厳しい結果になる可能性もあるんですね。そうすると、今以上に2週間後の FOMC で FRB は利上げするというような考え方がマーケットに広がると。そうすると、ドル円一気に 150円。これはまあ可能性として十分あり得るということですね。で、まあ、来週、まあ、今月なんですけど、その後に、えーまあ、FRB がまあ利上げをもしすると。まあ、しなかった場合でも、今月もう一つ控えてるのは、日銀会合なんですね。日銀会合で上田総裁がしばらく緩和続けるよというふうに言った場合には、たとえ FRB が利上げしなくても、 日銀のスタンスがあまりにも弱気だということで、円を売る絶好のチャンスだということで、150円あるいは151円、年末には155円超えもしかしたら160円という可能性も出てくるということですね。ですので、短期的には調整の円高、さっき見たように、一時関心ですね、あるんですけれども、まだまだ円安のリスクというのはある。 ということで来週の指標をですね、注目したいと思います。ということで今週は以上です。この動画が気に入りましたら、いいねボタンとチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。それではまた来週よろしくお願いします。さようなら。